宮田康夫はさ、世田谷寿司屋、一回番組で行って、私も一回行った、もうやめさせたらすぐ泣くじゃん。そこで泣いたの？なんで？俺は見て懐かしくて。いや、面白い。俺ドッキリだった。山下さんが宮安のところに行って、そこに俺たちが行くっていうのね。そうして、いやーでも泣くぞって大丈夫かって言ったら、あの女長なんかそう言ったなんで泣くの。